新しく楽器の操作を覚えるのに、その人個人に最適なレッスンを作ってみたり、など、脳情報を利用して、私たち一般人の生活をより便利で豊かにする AI を作ろうとする研究です。こんにちは、バーチャルサイエンティストの卵のルーです。皆さん、アニメやゲームに出てくる脳活動だけでアバターを操作して、仮想世界の中で生活してみたいって思いませんか？僕もゲームの中に入り込む技術、フルダイブ技術に憧れて脳科学者の卵になっちゃうくらいには、脳活動を使っての仮想世界での生活を夢見ていますが、現実の技術レベルではそれがなかなか再現できず、その実現は夢のまた夢の SF 技術に思えますよね。しかし最近始まったとある日本の研究プロジェクトが、仮想空間での生活の実現に大きく近づこうとしています。その名はムーンショットプロジェクト。ムーンショットプロジェクトは2050年までに人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現することを掲げていて、その中でも IOB と呼ばれるプロジェクトでは、よくよくその研究計画を見てみると、脳科学の最先端技術を使ってフルダイブの実現に近づくような研究を実施しているみたいなんです。今日はこのとっても挑戦的な研究の実現を最新の脳科学技術によって目指しているムーンショット IOB に関して、脳科学者の卵の僕ルーが徹底的に解説しちゃいたいと思います。実は今日の動画はムーンショット IOB の運営チームから研究紹介をしてくださいって依頼された僕の初めてのお仕事動画です。なのでこの動画の内容はムーンショット IOB 公認の正確な情報だと自信を持って言えるので、皆さんぜひ最後までこの動画を見て、近い将来に実現するかもしれない科学技術についての正確な情報をゲットしちゃいましょう。ちなみに僕はゲームの中に入り込むフルダイブ技術を実現したいって思って、皆さんに少しでも脳科学に興味を持ってもらえるよう、最新の脳科学や今日から役に立つ心理学のテクニックを分かりやすく発信しています。脳科学や心理学に興味があるフルダイブを実現したいって思う人は、ぜひチャンネル登録をして最新情報をキャッチしてね。今日紹介するのはムーンショット IOB について。ところで IOB って一体何のことなんでしょう。皆さん最近流行りの IoT、 インターネットオブシングスという言葉は聞いたことがあるかもしれませんね。例えば電気とかスピーカーなどの家電製品とインターネットを結んで音声でオンオフを切り替えたりみたいな技術ですね。 IOB とは IoT の家電製品の代わりにブレイン、つまり脳とインターネットを接続して豊かな生活を送れるようにしようという取り組みです。ムーンショット IOB ではこの脳とインターネットを接続する方法を開発することによって、2050年までに人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現することを目標としています。すっごく挑戦的な研究目標で、とっても難しそうに思えるのですが、身体や脳、空間や時間の制約からの解放って具体的にどうしたら実現できるのでしょうか。実はこの研究を達成するために重要なキーワードが一つあります。それはサイバネティックアバター。サイバネティックアバターとは、現実の自分の体の代わりに動作できるロボットのようなもの、つまりアバターで、そのアバターを通して現実世界で作業をしたり、逆にアバターで感じたものを自分の感覚として感じられる、そんな存在です。このサイバネティックアバターが存在する未来というのは一体どんなものなんでしょうか。想像してみましょう。例えば朝早く目が覚めて朝日を見てみたいなって思ったら、家のベッドから富士山の頂上に待機させたアバターに乗り移って日の出を見て、しばらくするとスキーをしたい気分になったから雪山のアバターに乗り移ってスキーを楽しんで、またまたしばらくすると今度は海で泳ぎたい気分になったから南国のアバターに乗り移ってダイビングを楽しむ、夜になったら仮想空間で開催される音楽ライブに自分のアバターで参加して現実で音楽ライブを楽しむのと同等以上の臨場感、没入感で楽しめる。このように現実空間や仮想空間において複数のアバターを自分の現実の体と同じように操ることで、現実では体験できないほどの密度で様々な体験ができるようになるんです。
そんな時間や空間、身体や脳の制約から解放されることを目標とするムーンショットプロジェクトですが、やっぱり個人的に気になるのは IOB で研究開発をしている脳の制約からの解放。脳の制約からの解放とは一体どうやって、そしてどんなことができるようになるのでしょうか。っていうことで、今回最新脳科学研究のアプローチで脳の制約から解放を目指す研究チームについて詳しく調査してみました。まずはムーンショット IOB のプロジェクトマネージャーの金井さんについて。この人とってもすごい人なんです。もともと広角機動体のような電脳世界を作りたいって思っていて、人の意識について研究する研究者さんだったのですが、もっと一般社会に影響を与えて電脳世界の実現を加速させたいと考え、自分で会社を設立して社会に大きなインパクトを与えられるよう活動しているベンチャーサイエンティストなんです。そんな研究者として、そして起業家としての2つの顔を持つ金井さんがムーンショット IOB のプロジェクトマネージャーになったわけなので、この研究開発プロジェクトでは学術面での影響はもちろん、一般社会への影響も大きく及ぼすような研究計画を立てています。例えばスマホのカメラや今市場に出回っている簡易脳波計を使って、一般の人の体調管理や新しい技術の習得のための補助アプリケーションを来年までにリリースしようとしていたり、将来的には徐々に体を動かせなくなってしまう病気 ALS 筋萎縮性側索硬化症などによって会話が難しくなってしまった患者さんとコミュニケーションを実現する研究だったり、どれも科学的に意味があるだけでなく、一般社会で生きている私たちでも直接その研究成果を受け取ることができる、そんな研究をデザインしているんです。またこのムーンショット IOB が実現すると、社会のあり方がガラリと変わる大きなプロジェクトなので、一般の人がこれらの技術を正しく認識して使いこなせる社会を作れるよう、情報発信にも大きく力を入れています。その一環として脳活動を読み取ってコンピューターを操作する技術、ブレインマシンインターフェース技術に関してのガイドラインを策定して、いわゆるエセ科学を排除し、正確で誠実な科学を実現しようとしていたり、あとは僕みたいな発信者に声をかけてもらって、皆さんにムーンショットプロジェクトについての理解を深めてもらったり、科学者の独りよがりの研究ではなく、一般の人にもとっても有益で親和性の高い研究を実現しようとしているみたいなんです。これはとっても応援のしがいがある研究ですよね。さて、ここまで研究プロジェクトの全体像について話してきましたが、具体的にはどんな研究を実施していくのでしょうか。ムーンショット IOB は大きく分けて2つの研究テーマの実現に取り組んでいます。一つはブレインアシスタント。これは例えば自分の脳活動や筋肉の電気信号から情報を読み取って、その日の集中力を予測したり、新しく楽器の操作を覚えるのにその人個人に最適なレッスンを作ってみたりなど、脳情報を利用して私たち一般人の生活をより便利で豊かにする AI を作ろうとする研究です。もう一つはシンクコミュニケーション。これは文字通り考えただけで相手に情報を伝えることができるテレパシーのような技術です。例えば ALS の患者さんなど、体が動かせなくなって会話することも難しくなってしまった人とでもコミュニケーションが可能となる技術を作ろうとしています。どちらも SF チックでロマンあふれる、だけど実現が難しそうな研究ですが、ムーンショット IOB はこの2つの研究をここ数年以内に達成させようとしているんです。これ以上詳しく説明しちゃうとこの動画が長くなっちゃうので、次回、そしてその次の動画ではブレインアシスタント、シンクコミュニケーションについてそれぞれもっともっと詳しく解説しますので、次回以降の動画もぜひ忘れずに見てくださいね。ということで、今回は2050年までに人が身体、脳、空間、時間の制約から解放される社会を実現することを目標としているムーンショット IOB を紹介してみました。科学的なインパクトだけでなく、社会へのインパクトも考慮した研究なんてなかなかないので、早く実現して一般社会で実際に使ってみたいですよね。次回の動画ではいよいよムーンショット IOB の研究目標の一つ、ブレインアシスタントについて具体的に紹介します。楽器やスポーツなどの新しい技能を覚えるのに最適な方法を脳科学的に提案してくれるブレインアシスタント、その具体的な性能やできるようになること、
ムーンショット IOB からのアプリとしての配信計画など、面白い内容盛りだくさんなので、ぜひ次回の動画も忘れずにチェックしてみてください。それでは今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。